はいどうもこんにちはクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回なんですけれども、2018シリーズももう残すところわずか数日というところになりましたが、今回は2018シリーズ総決算企画としまして、ポジション別総捨てトップ3大発表やっていきたいと思います。まあちょっとねこの企画新たな試みっていうところではあるんですが、まず総捨てが何なのかというところなんですが、ミートパワー総力っていうこの表の打撃能力にプラスして補給スローイング肩という守備能力ですね、この打撃能力と守備能力を合算させた数値を総捨てという定義で今回の動画を進めていこうと思うんですが、今回のランキングを考えていく上で守備適性に関しては査定外になっております。あくまで総捨てでのランキング形式になるので、このランキングに入っている選手を必ずしもオーダーに入れるべきというわけではないので、そこもご了承いただければと思います。まあこの企画を通してですね、2018シリーズを振り返りながら2019シリーズどんなオーダーを自分が組んでいこうかっていう部分での想像なんかもねしながら見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回早速野手編やっていきたいと思います。いきましょう。はい、というわけでもう早速ねランキングの方を発表していきたいと思うんですけれども、まずは捕手からですね。はい、捕手は結構もうこれは想像しやすいんじゃないかなというふうに思います。早速第3位からいきたいと思うんですが、第3位はこちらの選手、はい、 TS 阿部慎之助選手ですね。はい、こちら第5弾で登場した選手であるんですが、総合ステータス427という高ステータスになっております。まあこの阿部選手 TS の中であれば間違いなく最強捕手というところになるかなというふうには思うんですが、第5弾で登場だったっていうところがね、まあ、2年連続タイミングとして難しいところであったんですけども、まあ、間違いなく強い選手であることには変わりないというところでございます。続きまして第2位、第2位はこちら城島選手ですね。はい、 OB 第3弾で登場しましたこの城島選手でございます。そして448という高ステータスになっております。一昨年初登場ホークスで出まして、去年阪神で登場して、でまあ今年2018シリーズっていうところはまたホークスで出てきたという形になったんですけれども、この城島選手が2位にランクインしましたよということは、もう第1位はこの選手しかありませんね。はい、ヤクルト古田選手でございます。こちらが OB 第5弾で、ついこの間ね登場したんですが、総捨てが482ということで圧倒的第1位でございました。まあこの古田選手が飛び抜けて1位になったのも、やっぱり補給スローイング肩っていう部分での守備能力、非常に高いというところから、まあ大きく他とね差をつけたのかなというところでございます。でまあ全体的に見て捕手はやっぱり現役よりも OB TS っていうところが圧倒的に強いというね勢力図になっていて、2017年にはですね OB 野村克也選手なんかも登場したんですけれども、まあこちら総捨て436というところで、2018シリーズでもし登場していれば第3位というところにねランクインをしていたわけなんですが、まあ、今後もやっぱりこの現役よりも OBTS っていうところが捕手は強いっていうこの勢力図に関しては、まあ、2019シリーズっていうところも変わらなそうかなというふうに個人的には思っております。続きまして一塁手ですね。はい、ファーストを見ていきたいと思うんですが、ここはちょっとねもしかしたら意外なランキングになっているんじゃないかなと思います。でここはですねなんと2位が2人という結果になったんですが、まず1人はこの選手、はい、中田翔選手ですね。先日登場したタイトルホルダーが総捨て409というステータスになっております。でそれと同じく総捨て409というところで同率2位になったのがこのヤクルト坂口選手ですね。このシリーズ2ファーストで登場していたんですが、まあこの坂口選手外野守備っていうところでね、まあ、かなりいい査定をされているので、まあこの部分がね、まあ、数値的に、高くなったというところであるので、まあ、厳密に言うとファーストとしてどうなのっていうところはちょっと難しいところなんで、まあちょっとここのランキングは判断難しいところであるんですけれども、まあ一応ね総捨て409というところでは2位に行きましたよというところでございます。で栄えある第1位はこの選手、はい、 DeNA ロペス選手ですね。はい、こちらタイトルホルダーが総捨て437という形でございます。まあこのロペス選手はね、まあもちろん打撃能力当然素晴らしいんですけれども、守備能力の部分もね本当に素晴らしい能力を持っているので、まあこの437で第1位というところも納得かなというふうに思います。ただですねファーストのラインナップを考えていくとまだまだいい選手たくさんいますよね。はい、この総捨てランキングで漏れたラインナップとしてはやっぱりまず1人挙げるとすれば王選手ですね。はい、 OB 第3弾で登場しましたが総捨て405というところでございます。まあここでちょっと実は裏捨ての部分、守備能力の部分が若干低いというところで総捨て落としちゃってるんですけど、とは言ってもやっぱり打撃3捨てという部分で考えていくと第1位というね、ところになりますので、まあここは本当に素晴らしいなというところでございます。あと他の選手で見ていっても内川選手シリーズ1のものが総捨て402であったりとか、あとはビシエド選手ベスト9のものが総捨て401っていうところで、まあまあ本当にね素晴らしい選手たくさんいるなというふうに思います。まあファーストというポジションはですねこのプロスピエースというゲームにおいて、まあどこまで守備能力重視されてるのかちょっとわからないんですけど、まあ、改めて調べてみると本当に面白いなというところでございました。続きまして二塁手セカンドですね。はい、ここもある意味ねちょっと面白い結果になってるんじゃないかなと思います。
はい、まず第3位こちらでございます。はい、なんと第3位が山田哲人選手でございます。こちらベスト9タイトルホルダーのものが総ステ429というステータスになっております。これ侍ジャパンも一緒ですね。ここ言うまでもないですが打撃の3ステでは1位になっております。で総ステランキングに戻って第2位はこちら巨人西俊久選手ですね。はい、 OB 第4弾の総ステ444というハイステータスでございます。まあ、ここなんでこんなにハイステータスになってるかっていうと、もちろん3ステの部分、打撃3ステの部分も非常にバランスが取れていて全体的に高いというところも当然あるんですが、なんといってもやっぱり守備能力ですね。守備能力の部分が本当に素晴らしい能力を持っているので、まあこの総ステ444というところに繋がっているのかなというふうに思います。でまあもうこの流れできたら第1位、皆さんわかると思うんですが第1位はこの選手でございます。はい、広島菊池選手ですね。こちらシリーズ1のものが一番総ステ高くなっていて458というステータスになっているんですが、まあ、シリーズアニバーサリーというところに関しても総ステ456というところでトップになっております。今年ねこの菊池選手全体的に能力を落としてしまった年ではあったと思うんですけれども、まあ結局のところこのセカンドという部分は守備を制するものが総ステランキングを制すというような結果になったのかなというところでございます。で続きまして三塁手サードですね。はい、サードはめちゃくちゃ激戦区ですね。多分ここが一番今年2018シリーズというところでは、まあ、間違いなく激戦区のポジションになったんじゃないかなというふうに思うんですが、ここもまたね2位の選手が2人おります。まず1人目が巨人原選手でございます。原辰徳監督ですね。 OB 第一弾というところで出たんですけれども、総ステ424というねハイステータスでございます。そしてもう1人、ここも OB でございます。はい、ソフトバンク小久保選手ですね。こちらも総ステ424というところで原選手と並んで第2位というところでございます。でこの2人を差し置いて1位になったのがこの選手でございます。はい、オリックス近鉄中村典弘選手ですね。こちらは OB 大チャンネルで登場していたんですが、総ステがなんと450というねハイステータスでございます。まあこの中村典弘選手は本当に素晴らしいのはやっぱり守備能力の部分かな。この打撃能力を持ちながらもこの守備能力というところがね、この1位という部分につながっているんじゃないかなと個人的に思っております。でまあ、その他にもですねサードという選手はめちゃくちゃいい選手がたくさんいまして、この選手入っていないのと思った方たくさんいると思うんですが、阪神掛布選手 OB 第2弾で出たんですけれども、総ステ423で第4位、そしてヤクルト岩村選手、こちらが総ステ422で第5位で、中日立浪選手今年初登場になったんですが総ステ417でこちらが第6位で、ここまで出ていなくてちょっとびっくりしている方も多いと思うんですけれども、ロッテ落合選手っていうところですね。はい、今年本当に OB 第3弾で目玉になった、全体的に当初の OB の中でも目玉になったこの落合さんなんですけれども、まあ総ステという部分で考えていくと407というところで第9位になりましたよと。で打撃3ステの部分で考えていくと1位なのかなと思ったんですが、1位はなんと岩村選手だったんですよね。まあ、ここはね改めて見ると認識と違って面白いなというふうに思ったんですけど、まあとは言っても落合さんが強いことに変わりはないかなというところではございます。まあサードというポジションも全体的に見て圧倒的に OB が強いというところを分かっていただけるんじゃないかなと思います。続きましてショートを見ていきたいと思います。ここはねまさかのあの選手がランキングから漏れました。まず第3位は広島野村健次郎選手ですね。はい、こちら OB 第3弾に登場しましたが総ステ446という素晴らしいステータスになっております。で同じく第3位が井端選手ですね。はい、 TS 第5弾で登場して今はシレット化してしまったんですけれども、こちらも同じく総ステ446という能力になっております。やっぱり守備能力非常に高いですね。で、続きまして第2位が阪神鳥谷選手ですね。はい、こちら TS 第5弾で登場したものが総ステ469というところで第2位になっております。まあこの TS 鳥谷っていうところはね本当に待望だったので、獲得しに行った方も非常に多かったんじゃないかなと思います。で第1位ですね。はい、第1位はこの選手、西武松井和夫選手でございます。ここはね TS 第1弾というところで今年も登場しまして、まあ、間違いなくね2年連続目玉になっている選手でございます。こちら総ステが476というステータスになっております。まあショートでね3ステ全部 A っていうところはこの松井和夫選手が唯一無二の存在なので、まあそこを考えていくとやっぱり非常にね魅力的だなというふうに改めて思います。でさっきねあの選手がまさかのランキング漏れって言ったんですが、まああの選手というのはこの坂本選手ですね。はい、この坂本選手入っていないのと思った方もいると思うんですが、総ステで言うと429というところで第8位でしたね。ただまあ打撃3ステのランキングで見ていくと1位が松井和夫選手、2位が野村健次郎選手、そして3位に坂本勇人選手というところで、まあ打撃の部分で考えていくとねこの現役では坂本選手が圧倒的に飛び抜けてますし、あとはショートの適性 A っていうところも持っているので、まあこのランキングだけでは語れない部分も非常に多いポジションではあるなというところは感じました。続きましてここから外野手いきたいと思います。まずはレフトからですね。はい、レフトはちょっと意外なランキングに
なっているかなと思います。正直この3人は誰も多分予想当てられないんじゃないかなと思うんですが、まず第3位はこちら、巨人亀井選手ですね。こちらシリーズ2が総ステ428というステータスになっております。ここはねちょっと正直僕はびっくりしたんですけど、まあやっぱり守備能力の高さっていうところかな、まあ、全体的な能力のバランスプラス守備能力の高さっていうところが光って第3位なのかなというふうに思います。で続きまして第2位、ここもちょっとびっくりしたんですが、広島野間選手でございます。こちら総ステが432というステータスになっているんですが、まあここはなんといってもやっぱり肩ですよね。肩 S90 というところが本当に引っ張っているなというふうに感じております。で、このレフトで最後第1位というところは阪神福留選手なんですよね。こちらはシリーズ1のものが総ステ442というところでトップだったんですけれども、まあ、シリーズ2で見ていっても総ステ440というステータスを持っているので、まあ、どちらにしてもトップを飾るという結果になりました。まあ、ここね打撃3ステの部分で見ていくとちょっと物足りない感もあるんですけども、やっぱりなんといっても捕球スローイング型、この3つの能力がね非常に高いので、まあ総ステという部分でのランキングでは第1位になりましたよと。まあ守備能力の高い現役選手がランクインする形になったのかなというところですね。で、まあ、レフトのポジションっていうのは打撃3ステランキングすると大きく順位が変わって、第1位が OB 第3弾の張本選手なんですよね。こちら3ステの場合だと242というね、こうステータスになっていて、まあ総ステで見ていると400というところになるよというところでございます。まあ張本選手ちょっとね、レフトの守備若干査定的に低いので、その部分で総ステランキングに入ってこれなかったというところでございます。で、続いて第2位が TS 第1弾で登場した金本選手ですね。はい、こちらが3ステだと234で、総ステが397という能力になっております。で、第3位にアニバーサリーの都合選手ですね。はい、ここが入ってくるんですが、3ステだと231、総ステだと395と。いう能力になっております。続きましてセンターですね。もうここは言わなくてもわかると思いますが激戦区ですね。はい、本当に激戦区になっております。第2位が2人いるんですが、まず1人目が広島尾形選手ですね。はい、こちら TS 大将で登場したんですが、総ステ469というステータスになっております。まあ、全体的に本当にバランスよく、そして非常に高い能力を持っているなという印象なんですが、その尾形選手と並んで総ステ469で第2位がこちら OB 大将で登場した新庄選手ですね。はい、こちらもね本当に全体的な能力バランス非常に高く、かつ肩 S92 というところ、ここがね本当に非常に大きいですよね。センターラインは絶対ガチガチにしたい、守備最高の選手を置きたいっていう方はもうこの新庄選手一択になるんじゃないかなというふうに思います。で、そんな2人を抑えて第1位はこちら西武秋山選手でございます。こちら一番高いものがセレクションの総ステ471というところで、ベスト9タイトルホルダーに関しても総ステ470というところなので、まあ、どちらにしてもトップというところになったんですが、とは言ってもまあ469と470、471というところで本当にセンター激戦だったなというところでございます。で、あれ？あの選手入ってないの？と思った方も多いと思うんですが、第4位に来るのが柳田選手なんですよね。はい、こちらがベスト9タイトルホルダーと侍の選手がどちらもともに総ステ429という形になっております。まあちょっとね守備的部分で若干ステータス落としてしまってる部分はあるんですが、打撃3ステランキングだとここはね圧倒的第1位に柳田選手が来るよというところでございます。3ステで253というところは全部の野手投手トップですね。はい、ここは本当に素晴らしい能力だなというところでございます。で、続きまして最後ライト行きたいと思います。ここもね結構激戦区でしたね。本当に高いレベルの争いになっていたんですが、まず第3位がワールドスター大谷翔平選手でございます。ここがソーステ444というねハイステータスになっているんですが、まあ正直ここはライトで使うという方よりも DH で使うという方が多いんじゃないかなと正直は思っているところはあるんですけれども、まああくまで大谷選手もメイン適性はライトになっていますので、ライトというところのランキングに入れた結果第3位になったよというところでございました。で、続きまして第2位が前田選手ですね。はい、広島の OB 第1弾で登場したこの前田選手が総ステ450というところで第2位に輝きましたと。で、そんな2人を抑えて第1位に輝いたのが圧倒的ハイステータス福留孝介選手でございます。こちらは TS 第2弾で中日バージョンとして登場したんですけれども、総ステがなんと491でございます。この総ステ491という数値は最後の紹介にふさわしく、2018の全野手で総ステナンバーワンという形になっております。キャッチャーでハイステータスのあの古田選手が482なことを考えると、この福留選手の491という圧倒的なこのステータスは本当に素晴らしいなというふうに思います。で、打撃3ステだとこんな結果になっております。まあこう見るとね、ライトの選手も非常に激アツな選手たくさんいるなと
というところでございました。はい、というわけでございまして、かなり駆け足ではありましたが、野手8ポジションの総捨てランキングでございました。ちなみに総捨て MVP の9人でオーダーを組むとこんな感じでございます。キャッチャー古田選手、ファーストロペス選手、セカンド菊池選手、サード中村ノイヒロ選手、ショート松井稼頭央選手で、レフトに福留選手、センターに秋山選手、そしてライトにもう一回福留選手というところで、いやーこれ福留さんすごいですね。本当にすごいなというところでございます。で、今のはあくまで総捨ての MVP9 人というところでしたが、打撃の部門で賛成 MVP9 人を考えていくとこんな感じでございます。はい、キャッチャーが城島選手とエキサイティングプレイヤーの森選手が並んで1位で、ファーストが王選手、セカンドに山田哲人選手、サードに岩村選手、ショートに松井稼頭央選手で、レフトが張本選手、センターが柳田選手で、ライトが大谷選手というね、非常に熱いラインナップになっておりますが、このラインナップを見てわかると思いますが、落合選手だったり筒香選手だったり鈴木誠也選手なんかが、まあ、最終的に漏れるという結果になっております。まあ最初にも言いましたが、まあ、もちろんこのステータスの高い選手をひたすらオーダーに詰め込めばいいかって言われると、もちろんコンボとか、まあ、チームバランスの部分でいろいろ難しくはなってきますし、まあ、守備適性とかもね、もちろんファイヤーフォーメーションだったらなかなか意味がなかったりもする部分もあるので、まあ、一概には言えないですが、まあ、このランキングもね、もちろん意味のある部分と意味のない部分当然ありますけれども、まあ、結論でちょっと丸く収めさせていただくと、いい選手多すぎだなというところでございました。はい、というわけでございまして、今回はねちょっと違う目線から今年2018シリーズに登場した選手たちを考察してみました。まあ本当にねちょっと新しい試みではあったんですけれども、まあこれは本当にデータ好きな人にとってはね面白い企画だったんじゃないかなというふうに感じているんですが、まあ個人的にもね、こういうデータの考察とかデータその部分計算していったりするのは好きなので、この動画を作っていて本当に楽しかったなというところが素直な感想でございます。まあぜひですね、この動画そしてこういうデータ考察面白い興味深いと思っていただけた方はですね、ぜひとも高評価よろしくお願いいたします。まあ、今回まとめたこのランキングを見ての感想だったりとかっていう部分もねコメントでお待ちしておりますので、ぜひぜひコメントの方も合わせてよろしくお願いいたします。来たる2019シリーズはどんな選手がどんなステータスで出てくるのか非常に楽しみですね。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。何度も言うようになりますが、ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。